達と合流して代々木公園に来ました。皆さんこんにちは、葵井です。はーい、おはようございます。シェリーちゃんです。今日はこんな感じでピンクとピンクでペアルック風にしてみました。まだ眠たいね。はい、こんな感じで眠そうです。で、本日はですね、休日なので休日 Vlog を撮っていこうかなと思って今動画を回してます。で、今日の予定としてはまず朝からちょっと髪の毛の色がだいぶ抜けてきて、この辺がプリンになってきたのでそれを染めに行くのと、その後は友達のワンちゃんがワクチンが終わってやっとお外デビューできるということで、今日は天気がいいので一緒に散歩したりしようっていう感じの予定です。はい、あとは決まってないので、緩くなると思いますが動画を撮っていきたいと思います。はい、メイクはこんな感じでしてるんですけど、まだ顔が起きたてっていう感じなのでだんだん動画で顔がむくみが取れていくでしょう。とりあえず、美容院に行ってきます。はい、美容院に到着しました。りょうさんです。久しぶりです。今日はめっちゃ久々だね。でもちょっと赤みがねだいぶ出ちゃって、はい、こんな感じで今根元が暗くなってるので染めたいと思います。気分はベージュ系で、ベージュだね。うん、明るめキープでお願いします。じゃあ行きたいと思います。染めてもらいます。いい感じに染まってきております。染めて今ヘアセットしてもらっております。こんな色だよ。これ太陽のところやったらもっとなんかいい感じにツヤ感とか伝わりそうじゃないですか。伝わると思う。この髪の毛の長さほんまに肩に沿って跳ねちゃうんですけど、やっぱ外跳ね以外はないですかね。巻くか、巻くかストレートか、うん、まあそれか内巻きでもいいかな。い内巻きに最初するじゃないですか、うん、そしたら跳ねてくるね。跳ねてくる。そう、まあでもそのままオイルつけちゃってでいい気がするけどね、一番楽なのは。うん、でそこまでだいぶ伸びた。うん、巻いてもらった。これは何巻きですか。これ何巻きって言えばいいかな。でも顔周りはリバース巻き、うん、こう後ろにこうカールがくる感じで巻いて、ね、うん、一応コテは32mm、 32mm です。私も32使ってる、はい、の160度、160度で巻いてます。巻く前何もつけないで巻いて、最後はオイルつけてる状態ですね。いいね。いやほんまにもうなんかさ、ピッてやったらさこの髪が何チェンジみたいになりたいよね。思うよね、みんな。楽だよね、朝がね。そう、なんか真似してもやっぱこう美容師様にはかなわんという。でも本当にいい色なんですよこれ。ちょっといい色だね。伝わるかな。伝わる？でほんまに伝わるって感じ。だからちょっと暗く映るけど、うん、自然光でちょっと撮ったらもうちょっと、うん、いい感じに染まりました。ありがとうございました。いいえ。じゃあこれなんかちょっと手が伸びへん、はい、ありがとう、ありがとうございましたはい、今美容院が終わって友達と待ち合わせまでちょっと時間があるので、会社に行きました。あなたはなんでそんなにずっと眠そうなの。とりあえず時間までパパパッと仕事をしてそこから向かいたいと思います。休日なんですが出勤ということでやります。今友達と合流して、パンをテイクアウトして代々木公園に来ました。シェリーちゃん、はい、ラック、はい、ポメラニアンのラックくんです。ほにょーみたいな感じラックラック、まふまふやね。あら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 あ、かわいいね。楽しい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 。じゃーん、ホットドッグとカフェラテ食べます。チーズドッグ、もうケチャップマスタードがちょっと散乱中いただきます。うん、うん、なんか今日本当は行きたいカフェがあったんやけどめっちゃ並んでって
ちょっと諦めて、でいつも大好きなあのサンドイッチに行ったらパンが何度完売していてキャメルバッグ食べれなかったので、今日はリトル何だっけリトルナップコーヒー、ここのホットドッグもマジ美味しいんですよね、をテイクアウトしました。桜が満開でって言いたいんだけど、こっち枝川っていうふつらって感じです。なのでここでちょっと風を感じながら、カラスがこうへんかだけ心配なんですけど食べていきます。やばない髪の毛あこれ両手塞がっとうからさ、今チェリー映しとくわタチタチこのシェリーとは違うこの手の感じがかわいい。仲良く仲良く、お互い警戒中です。高校からね一緒の友達なんですけど、高校の時は考えられへんかったくない、今度さ、いやそれがワンちゃんをさ、うん、お散歩させて東京に住んでるなんて考えてなかったやろ。全然考えてへんかった。なあ、しかも代々木やでここ、ねらくお散歩してみる公園まだちょっとビビっとんけど行けそうじゃん。ちょっと散歩してみます。らくお散歩、はいせいちゃん、はいシェリーもボケてたらくペースの方が早いです。どう初めてのお散歩はどうですか。お散歩してですね、ワンコたちが疲れてきたので私たち大人も休憩ということで、フグレに来ました。遊戯公園のお決まりコースですね。ラック眠たいの？ちょっとね、もう眠そう、ちょっとね、なんだか雲行きが怪しくなってきた。いただきます。でもあったカフェモカを初めて頼んでみた、美味しい。なんか今日はちょっと甘いのを飲みたい気分です。待てよ、よし、あーいないね、待て、よしいいねいいね、おいしい。はい、ということでなんか天気が悪くなってきて雲行きが怪しく雨降りそうな感じになってきたので、もう映るかな、多分動画では分かりにくいんですけど、とっても曇りやな、なんか雨降りそうやなになっちゃったので、今日はこの辺で終わりたいと思います。今日は休日 Vlog 緩くなってしまったんですが、シェリーちゃんはこんな感じで寝ていますし、ラッカ君あれあれちょっと寝て元気になった感じがしておりますがまた撮りたいと思います。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。じゃあ、はい、バイバーイ。かわいい。